5月12日水曜日朝5時28分のホームポイントは朝なぎですね。風はありません。今かなりいい感じのうねりがインサイドブレイクしました。今セットとセットの間ですね。待てばかなりいい感じのうねりがインサイドですけどブレイクしますね。さっきのこれより大きかったですね、うねりが。ホームポイントの右も無風ですが、こちらは筋のようなうねりが伸びて伸びてショアブレイクですね。気温は17度ぐらいですね。風はもうありません。待てば海にはかなりいい感じのうねりが入りますが、まあインサイドブレイクですね。